指宿にね、魚釣ったときに、まあ、道中に、まあ、鹿児島だから大きな、焼酎の醸造所の会社見つけて、まあ、当然そこにはいろんなものを展示してあるし、販売もしてるので、物色してたらね、焼き芋焼酎ってのが面とあって、僕その時初めて知ったの。焼き芋焼酎ってのがあるんだ。試飲させてくれるから試飲したらね、こう、パッと持ってきた香りがね、本当に焼き芋の香りするのよ。あ、これいいじゃねえかと思って買って帰って飲んだらね、うまかったんだ。それをさ、久々に思い出して、今回ちょっとネットで購入してみました。こういうやつ。こういう。元祖焼き芋焼酎。今日はこれと、これをやりながら、ちょっとライブをやりましょう。10月なので、一応、秋の夜長のみたいな感じ。快適な。はい。ロックグラスで、焼き芋焼酎いただきます。おー。まあ、焼酎の香りなんだけど、同時にね、そこはかとなく焼き芋の香りがして、なおかつ普通の芋焼酎よりね、ちょっとほの甘いんだよね。そこがね、すっごい気に入って。いただきまーす。これ焼酎が苦手な人でもね、飲めるかもしれない。女性にもいいかもしれない。柔らかくて甘いんだよね。むちゃくちゃ甘いわけじゃないんだけど、この甘い。ロックでこれだからね。で、おつまみ。今日のおつまみはこれ。多分皆さんも大好き。韓国海苔です。実を言うとね、僕、韓国海苔はね、そんなにね、絶賛したことないんですよ、今まで。ところが、こいつはうまいんだ。実はある韓国の人と、まあ、釣り関係なんだけど、で、知り合って、最近やりとりしてた間に、どっさっとで、ものすごい大量に送ってきてくれたんだけど、これはもう自信の韓国海苔なので、ぜひレオンさんに食べてくださいって言われて、食べてみたんだ。こいつは僕今まで食った韓国海苔の中では、これはうまいじゃないかと思った。というのがね、味がね、抑えてあるんだよ。日本の味付けよりも少ししょっぱくて、今まで食べた韓国海苔ほど味が濃くない。噛むと、非常に海苔の香りが、日本のね、浅草の海苔のいい香りがパーって。初めて韓国海苔がね、僕好きになったかもしれない。というくらい、気に入ってます。こんなパッケージも。これをちょっとパリパリいただきながら、咀嚼音がうざいかもしれないけど、勘弁してね。日本国内で売ってるかどうかちょっとわかんないんで、素晴らしい終わりです。これをいただきます。さて、まあ、ここ2ヶ月くらいかな。ライブ配信がね、すごくおろそかになってるんですけど、正直ちょっと理由がありまして、一番の理由はね、実は、
10年ぶりに再発した腰痛がさ、きつくてね、以前腰痛と言ってても、立ちっぱなしだと痛くて、椅子に座ってる分には、そんなにね、苦しくなかったんですよ。ところが、今回のやつはね、椅子に長時間座ってらんないの。だから、デスクワークがしんどくてね、この2ヶ月。まあ、毎週のようにこう、治療に通って、注射打って、どんどん良くなってるんだけど、まあね、僕のライブ皆さんご存知の2時間ぐらいやっちゃうので、2時間このね、座りっぱなしがね、ちょっとできなかったんですよ。ね。それで、なかなかライブやれずにお休みしてたんです。ご心配なく、ずいぶん良くなった。2ヶ月前にドーンと来て、すごく痛かったんだけど、もうトイレに自力で行けないくらい、初日は痛かったんだけど。それを100とするならば、今どれぐらいかな。30くらいかな。30か35ぐらいまで下がった感じ。でも、椅子に座りっぱで2時間もね、なかなかきつかった。こういうことになってます。まあ、ついでに見せますけど、これなかなかすごいやつにつけてくる。なんかかっこいいでしょ。ワイヤーで引っ張る。これすごい優れもの。これ。これ詳しく知りたい人は、もし知りたかったら言って。またツイッターの方にでも銘柄とかね、アップしときますからさ。はい。ということでね、まあ、安心してじゃないや。まあ、2時間、そう苦労しなくてもね、耐えられるくらい、楽になってきたんで、今日は久々の開催ということですのでね、皆さんよろしくお願いします。ところで、釣りの方だけど、どうだろう。皆さんもう秋の釣り楽しんでます？まあ、秋といえばね、どうしても青物ってことになっちゃうわけで、ね、地元、広島、山口の、特に岩国沖合のね、大戸青物、毎年やるわけですけど、これね、きっかけはね、ほぼほぼメタル丸なんだよね。今ね、土日になると、本当に岩国沖合って200艇ぐらい、船が出てね、すごい船団ができるんですけど、僕がメタル丸のプロトを作ってた頃、まだブリーデンさんにも言わずに、友達に鉛に鋳込んでもらったやつに細工をして、これで何か釣れるかなとかってやり始めた頃だから、どれくらいなのかな？やっぱり14年とか15年前だと思う。その頃にはそんな船団なんてゼロですよ。もうずっとそこが砂地のね、広い海域なので、普段あまり魚いないのよね。ところが、そこに秋になるとイワシが入ってきて、岸によって、それに対にシーバスやクロダイがね、ものすごく群がってくるのね。で、ボイルしだすんだよ。それはもう随分以前から、もう何十年も前からずっと、そういうルーティンみたいなね、毎年のルーティンみたいなのがあって、トッププラグを使ってね、ペンシルなんか使って、デイのペンシルゲームでもうチームを1時間で20本とかさ、25本とか、シーバスバコバコとかね、そんな釣り楽しんでたのさ、当初はね。で、その延長線上で、メタル丸のプロトみたいなのを使ってるうちに、いきなりものすげえやつがかかって、ライン角度45度ぐらいで釣ってたのに、かかったらね、ブワーッと高くなっていくわけよ。うわー、なんだなんだなんだ。向こうでバッシャーンって飛んだの。最初シイラかと思った。シイラかと思って、もう乗ったこれって、ジャーンボーンって寄せてみたらね、僕が瀬戸内で初めて釣ったサワラで、1メーターなかったんだけども、97、8あったんですよ、それが。大感動ですよ。
ここからだよね。で、年々数が増えていって、毎年安定して釣れるようになって、まあ、ピークの時のような釣れ方はね、さすがにもう毎日のようにね、もう何年も船が出てるので、やっぱ数が減りますよね。ピークの時ほどすごいことにはならないんですけど、まあ、楽しめる釣りなので、今年も一発目行って、まあ、僕は釣れずに、友達のボンバイシーが、釣りましたけど、その状態からまたさらに良くなってきてます。もう10月に入ったんで。9月はね、やっぱ走りなんで、何数も出ないんだけど、多分今月の半ばぐらいから、11月の終わりぐらいまでがこう一番ピークの状態になって、長い年には年が明けて2月ぐらいまではね、やれる釣りなんですよ。まあ、これを毎年楽しみにしてまして、で、今回ね、今月発売になったナットジグのヘビーを、使ってやってたんですけど、岩国の、ね、釣りは東京湾なんかの、プラグを使った触るゲームと違って、一旦ボトムを取ってそこからこれくらいの高速巻きするの。なので、巻き抵抗がね、ちょっとでもあるとね、大変しんどいのよ。で、ナットのヘビーはね、こう、泳ぐように作ってあるから、ナット自体が。なので、やっぱりそれなりの水抵抗だったから、さすがにこの高速、限界高速巻きだとね、なかなかきついので、まあ専用のスリムロングが、もう僕が欲しいからね、自分の武器としてスリムロングを、企画してるんです。マイル君がワンワン言って。まあ普通に、昭和や、まあオフショアでも、青物釣るときにそんなに高速巻きまでする必要はないので、普通のスリムロングで全然大丈夫なんですけど、やっぱりね、超絶早巻きってことになると、それなりのね、専用設計が必要です。ということで、スリムロング。こっちがスリムロング、こっちが普通の。これは普通のヘビーの45グラム。こっちはスリムロングの65ですね。こんな感じ。これぐらいシルエット違う。まあ何回かお見せしてると思うんだけど、まあ、改めて。で、これを使って、もうね、今日、ルアーニュース、R さんの方から、ライトゲームマニアが発行されたので、もうすでにね、見た方もおられると思うんですけど、今、福島のね、いわき市の沖合でめちゃくちゃヒラメが釣れてるっていう、佐藤君からずっと聞いてたので、今先週行ってきました。地球さんとね。で、普通のヘビーと、深いとこ行ったらスリムロング使って釣りをして、なかなか素晴らしい釣果やれたんですけど、何を話したいかというとね、ナットヘビーを使っていろんな釣りをね、皆さんがされる際のこう、フックの話をしたいのよ。普通はほら、抱き合わせにフックついてるさ。地獄針塩。これはね、そこの魚を釣るときには、一番根がかりがしなくて、いろんなタイプの魚が最も釣れやすいフックシステムだというふうに僕は認識してます。で、今回、福島の佐藤君にもインタビューしたらね、彼も全くそういうふうに思ってくれてました。いろいろやってみて、佐藤君はほとんど腹中なしで釣ってると。ただまあ、ライトゾーンやミニゾーンで表層近くをゆっくり巻いて釣るときは、下からの食い上げバイトがあるので、そうなると、地球さんがね、横浜でメバル釣るときによくやられてるような、フックを、これフック、ブレードが下についてるね、フックに。逆にするんです。
まあ、これもボディ関係ないとして、ブレードが上にあって、その下にトレブルフックをつけるという、あのフックアレンジがね、シーバスとかメバルの表層系のやつを釣ろうとするなら、そういうふうに変えてほしいんですが、今回のように、でっかいヒラメだとか、でっかい青物とか、でっかい目魚を釣りに行くときは、寝かかる家がしないようなね、今回の福島もそうだし、岩国の沖合も砂地なんで寝かかりしないんですよ。そうすると、フッキング効率と、フッキング、あのね、2階のね、人がね、なんか作業してるらしくて、床をゴンゴンってやってるの、さっきから。マイロがそれに反応して吠えてます。話を続けます。そういう時はね、よりキャッチ率を上げ、フッキング効率を上げたり、キャッチ率を上げるためにも、シングルフック。ね。ナットのヘビーのノーマルヘビーなんだけど、抱き合わせの地獄針仕様よりも、大きな魚をね、より確実に取るためには、ちょっとフックサイズを大きくしたいなという。こういうものをつけてます。これが、20ってやつ。このスリムの6号の方には、僕は30つけてます。どんだけ違う。あ、これ10かもしんない。これ40かもしんないな。ごめん。ちょっと行って。ちょっと見てみよう。うん。ね、1個だけ40つけてたみたいですね。まあ、サワラなんかはね、全然40で全く問題ないんで。まあ、20から40。それぞれの皆さんのエリアやね、釣れる魚によって、その辺を使い分けていただければいいんですけど、まあ、ここで使う、こういうフックっていうのは、ジギング用のフックですよ。で、普通はジギング用のフックなので、この藍に、網糸系のね、糸で編んで、アシストフックとして、ね、皆さん自作で作られるんですね。その時用のフックです。まあ、どこの釣り具屋さんにもね、ほとんどジギング用のこういうシングルフックは販売されてますから、うん。編んでないやつ、フック単体のやつを買っていただくと、だいたい、3番、4番、5番ぐらいまでは全然このスプリットリングで装着できますので。これが水晶。で、こういう時にはね、あんまりブレードの長さとフックの大きさ、ブレードの中にフックを収めたくなるよね。ついつい。やっぱりほら、メタル丸なんかだと、コロラド、いや、インディアナのね、ブレードの中にフックを入れてますね。うん。あれはね、回すからです。で、ナッツの場合は、これは、フックとは独立して、フックは回らずにブレードだけがこう振ってくれるので、フックがね、圧倒的にブレードのサイズを上回ってもね、ほとんど関係ないんですよ。それよりもこのブレード単体を小魚だと思って認識して食って、食わせるための、ね、一つはこの、ブレードセッティングだ。あまり気にせずに使ってください。お、これはこの間福島で、地球さんが大マダイを釣った、大ゴマダイと大ヒラメ釣ったグリキン、ミドキンなんですけど、今気がついてるの。これ、ブレードヘシマだってる見たら、これ、今見たら、ぐにゃぐにゃになってんで、これどっちにやられたんだろうね。ああ、気がついた。交換しとこう。うん、地
地球さんはこれでシーラとヒラオウヒラメオオマダイそれからマゾイカをこのフックで釣ってますからね。これ30440です。これ40で普通に釣ってますから、ね、全然でかくないので、うん、こういうでかいフックの方がね、やっぱりしっかりかかるので、その辺もちょっと覚えておいてください。ということでね、だらだらと今、なんとヘビーの話をしちゃってるんだけど、冒頭に言ったように、いつもね、テーマを設けて、ある程度頭の中で何を喋りたいか整理して、オープニングで喋るんだけど、今日何も考えてなかったんで、自分から喋ろうとするとね、もう、ネタが尽きちゃってんだ。なので、こっから先は、皆さんとね、チャットでやり取りしながらお話できたらなと思うので、皆さん、ぜひ、積極的にチャットの方で、ね、話しかけていってください。僕は焼き芋焼酎をいただきながら、のんびりやりますので。うん。よし。おぉ、127人もいらっしゃってます。ありがとうございます。いつもたくさん見に来てくださって、うん。やりがいがあります。1Y さん、足場悪く写真がなくて申し訳ないです。でもありがとうございました。よかった、よかった。ねえ、まあ、僕だけかもしれないし、僕みたいな人もたくさん業界内にはいるとは思うんだけど、僕が思う、釣りプロの仕事って、まあ、立場によってみんな違うと思うよ。キャラクターによっても違うと思うんだけど、僕が思う釣りプロの仕事って、多くの釣り人を、ちょっと育てるって言っちゃうとね、上から目線すぎて嫌なんだけど、釣り人がたくさん増えることに貢献するのが僕たち釣りプロの仕事だと思ってるんだよね。で、当然さ、始めたばっかりだと、右も左もわけわかんないよね、釣りってね。うん。わけわかんないんだよ。クラブがないんだよ、今。僕らの時代にはね、釣りクラブってあるから、釣りが覚えたかったら、まあ、人捨てで頼って、もしくはもう、突撃して、釣り覚えたいんで、クラブ入れてくださいとか言って、僕らの時代、まあ、つまり50年くらい前とか、60年前とか、みんなそうやってたのよ。でも今、釣りクラブないよね。チームはあってもね。うん。でもチームなんで、友達同士だから、序列がないんだよね。で、僕らの頃には、必ず釣り名人が会長としていて、そこに諸先輩たちがいて、そこに若手として入っていって、今のチームってほら、年齢が横並びなんだ、大体。そんなに差がないのよ。でも僕らの時代は親子なのよ。同じクラブの中にはもう親子ほどの年齢差。つまり、30歳から40歳ぐらいまでの年齢差があるくらいの、が釣りクラブのね、普通の姿だったんです。で、そういうところでね、こう、いろいろ僕たちは学んできたので、それをなんとか、近代の方法論においてね、継承していけないかなっていうのが、まあ僕の個人的な一番強い思いで僕はこの仕事をしてるわけなんですけど、まあ、つまり、釣り文化の継承と、釣り、後から生まれてくる釣り人さんたちに、なんて言うんだろうな。僕らが若い頃に大変苦労したことや、間違ったことや、まあ、いろんな、ね、そういう釣り文化の継承であるとか、まあ、マナーっていう言葉をね、僕はね、使いたくないんですよ。マナーが悪いと。っていうような言い方をね、昨今はよくするんですけど、英語のマナーというのはね、どうも僕の中じゃ、その釣りにおける部分としてはね、ピンとこないんですよ。
もっと奥深いですよ、釣りの。釣りを本気でやろうとするならば、ちょっと表現悪いですけど、ね、ちょこまかっと、ちょこちょこっと、暇つぶしにやる釣りと、今日多分ここに集まってる皆さんなんかはね、多分一緒の趣味としてやり通そうぐらいの、気持ちで釣りをしてらっしゃる方がね、90%以上だと僕は思ってます。そのレベルで釣りをしようとしてる人たちはね、釣りって、日本流に言うと柔道とか剣道とか一緒で、超道だと僕は思ってるの。で、そのレベルのものを考えないとね、釣りって決して成就しないですよ。技術も発達しなければ、何よりその釣りをしてて、得られる喜びであるとか、心の安らぎであるとか、あとは、なんだろうな、精神性の消化みたいなものがね、得られないと僕は思ってるんです。で、そういうことを受け継いでいくのがね、ある程度使命だと思ってるんですよ、僕はね。これね、海外で考えると、ルアーフィッシングではね、正直申し訳ない。大変申し訳ないんだけど、あまり見ない。フライフィッシングにはあるんですよ。その銅みたいなのが。で、マナーとは言わないんだよ。もう銅なんで。武士道、騎士道と一緒なんですよ。もうそれに近いくらいのニュアンスがある、遊びなんだと僕は思ってます。皆さんがどう思うか、他の人がどう思うか別として、僕はそうやって育ってきたので、釣りというものに対してね、そういう捉え方をしているので、まあ、続けていくし、まあ、今あるこの立場でね、物事を行い、考えて、皆さん方に情報発信をし、提供していってるっていうような状態なんです。ね、何がきっかけでこんな話をしだしたのか、ちょっとわけわかんないんだけど。HY さんの報告から話がこんなになっちゃったんだよね。写真が撮れなかったんでごめんなさいっていう話だよね。ナマズ男さん。こんばんは。自分は逆に座りっぱなしが辛い腰痛です。すぐ違うんだよ。僕ももう腰痛歴2011年からだから10年になるんだけど、悪くなるたびにね、悪くなる場所が違うし、タイプが変わる。だから今はそうかもしれない。けど変わる可能性も大きいよと。立ってた方が辛くて、座ったらなんともない時期も僕も当然あったけど、いろいろです。名古屋さん、腰もですが、足は大丈夫だったんですか？足はね、一日だけで治っちゃいました。なんだっけ？痛風もどきって、偽痛風ってやつみたい。どうやら。で、いわゆる痛風の原因って贅沢病とも言われるじゃない、痛風って。いいものばっかり食べてたり、ビール飲みすぎて、プリン体の多いものを取ると痛風になるってよく言われるよね。とは違うんですよ。ちょっとした神経疾患なんですね。昭和マダイさん。はい、こんばんは。ナットジグ 12g で初マダイ釣れました。水平フォールが効いているようです。ニュージーランドは春に入り、ナットジグを多用できる季節になりました。ニュージーランドって今からが春なんだ。へえ。なんか感覚ないよね。いいなあ、今から春なんだ。日本は今から冬なんだよね。今から冬ってのが嫌だよね。もう最近僕冬嫌いでね、圧倒的に暑くても夏の方が好きなんです。いいなあ。で、初マダイ、なんつう初マダイってことですね。ガンガン楽しんでください。仙台コブラさん、うお、ごっついって。この3040フック。まあ、ごっついって言うけど、青森やってたらこう当たり前だからね。3040。あ、いいもの見せるわ。これこの間ね、福島の佐藤君のところ行ってね、もう本当笑ったんだけど、佐藤君、ジグで釣れないパターンもあるでしょうって言ったら、ありますよって、ワームが圧倒して、ジグじゃ釣れにくい時もありますよって言ったら、そういう時どうすんの？ワームやっぱり言ったら、ワームです。じゃあ一応、
スワルテルシャットをセットしたワーム、ジグヘッドのジグヘッドって、ジグヘッドです。じゃあ、それ用意しといて、って言われ、佐藤君に頼んだら、まあ、どうしても、ワームだとスローな釣りにもなるし、潮受けも、ね、ジグよりも潮受けが大きくなって、水抵抗を受けるので、重たいジグの方が有利ですから、80グラムのジグ。80グラムだよ。セットしときますね、って、諏訪さんに。これ。80グラム。うん。これに、スワシャを、セットしてんだけど、さすがにね、慣れてる僕ですら、3040に、僕、これで、今年の春もチキューさんと、長崎行って、ナッツの実況やったときに、これチキューさん40使って、30センチにちょっと届かないカサゴなんかも普通に釣ってたからね。で、大門ハタとか赤ハタの40いかないやつも、この3040フックで普通に釣れるからね。あ、乗らなかった、あ、乗らなかったってことない。うん、シューと巻いてたらガンでいきなりみんなこれでかかるんだよ。で、佐藤くんが用意したジグヘッド。じゃん。これ、さらに大きいで、70だよ。70って言ったらいいのか。こっちが40かな、50。70だよ。わ、でけえな、って言ったら、いつもそれ使ってんのって言ったら、うん、いつもこれ使ってます。これ。で、佐藤くん、なんと、その海域で、まあ当然オフショアの釣りなんだけど、これでメバルすら釣ってるって言ったよ。佐藤くん、これで釣れるメバルって何センチって言ったら、お、28、29、30、35とかそんぐらいですよって。だからね、もう僕も何回もね、今までその発信の中で言ってるけど、釣れるんだって。フックが小さくないとメバル食わないとかいうのね、もう大きな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 大間違いだからね、ほんと言っとくけど。僕はね、フィッシュインで、今、トレブルフックもね、トラスティンというトレブルフックのバーブレス売ってますよ。うん。10番、12番、16番。そうすると、12番、16番売れるけど、10番売れないんだよ。これ10番ね。なぜ売れないかって言ったら、10番がでかいと思ってんだよ、みんな。でも、全然、6番でも釣れるんだよ。これ6番だからね、右。みんなが怖がる10番。6番でもメバル釣れてます。で、この6番のサイズと、70を比べて。これで、これで釣れるメバルって40センチとかのメバルじゃないってみんな思っちゃうじゃん。俺だって思ったよ。さすがに、70だと。いや、待って、30センチ前後。これをね、丸ごと餌だと。ここを丸ごと餌だと思って、30センチ前後のメバルがわばーっと食ってくんのよ。大きな口開けて食い物だと。ちなみにこれ、みんなが大きいと思って使わない10番フックと70の大きさの差。こんなだよ、これ。前後してないからね。ベタッとする。だからね、本当にね、その認識がまだ体験やその他でね、できてないの、これ仕方ないです。誰しもわかんないから、最初は。誰しもわかんないけど、何十年もやってきてる僕や、今やってる佐藤くんたちが、このでっかいフックでも全然釣れますよって、釣った人間が言ってんだから、釣ってない人が、いや、無理無理っていうのは、どれだけ愚かしいことか。ね、きつい言い方すると、もうね、もうちょっと考えた方がいいと思うんだよね。ね、本当にね、SNS 見ててね、僕本当につくづくね、悲しくなるのよ。
なぜかというとね、僕が10代、20代の時にはね、そうならなかったんだよ。師匠とか先輩が、あ、いや、このサイズで全然大丈夫だぞって言ったら、マジですかって、わかりましたって、うむすもない、そのまんま鵜呑みにして、いや、だって、大ベテランが言ってんだから。いけるって。それ否定する理由なんもないじゃない、経験してないんだから。だから、おお、そうなんだって、普通に素直に受け止めてたよ。ところが、今ネット社会になってね、おかしなことになってんだよね。うん。大ベテランが言うことよりも、自分たちに近しいネット民が言うことの方を信じるんだよ。これがね、この情報化社会でね、僕は最大の欠点だろうと思ってるよね。たくさん情報があって。ね、大ベテランの情報よりも、ビギナーから自称中級者の情報の方が100倍、1000倍、1万倍多いわけ。そっち信じるんだよ。これはね、深刻だよ。釣りに限らず、文化でも政治でも経済でも何でもそう。プロの意見をね、プロの意見が生でたくさん聞けるようになってるわけ、こういう関係で。にもかかわらず、プロの意見は、眉唾だって言って、あのおっさん商売で喋ってるからと思って、うん。で、経験値が浅くて、もうそこのごく狭い経験値の中でしか話をしてない身近な人たちの、ね、自信に満ちた発言の方をね、信用するのよ。これ、ほんと今日聞いてる人で、そこがね、若干、まだね、クリアになってない人は、ほんと、真剣に考えた方が、僕は幸せになれると思うよ。ほんと。それだったら腹出ててもなんとかなりそう。あ、これ。うわ、どうだろう、僕は腹出たことないんだよ。わかんないけど。ドーンってドンパラの人もいけるかもね。うん。カマさんズ、コロッケトンカツに、遊んでもらってます。なんだコロッケトンカツって。コロッケトンカツがわかんない。コロッケトンカツってなんだろう。わかんない。淡路の漁協が種苗を撒いたりしたみたいですな。あ、そうそう。あ、もう、14、15年ぐらい前から、岩国界隈にまで、サワラが入ってきだして、過去にね、僕なんかほとんどサワラ釣ったことないのに、急にどっこんどっこん釣れ出したのは、僕もあの時に調べたら、同じことを聞いたよ。うん。淡路の漁協が大量に毎年放流してて、それが潮流に乗って山口まで下るんだって話はね、聞きました。だから多分合ってるんでしょう。うん。ケイタクヤさん、大阪湾は青物好調です。あ、好調みたいね。なんだっけ。なんとか起きて。で、サワラ釣れてるよね、すごい。ブリも。うん。17、19、21と、好調なんですけど、たまたまですかね。たまたまという、たまたまというよりは、そういうサイクルに入ったんだと思うよ。まあ、いろんな事情があると思うよ。自然の事情もあるだろうし、岩国のように、まあ、他県でね、その種苗、要するに、放流したものが、近年になって急にね、連れ出したとか、そういうこともあるかもしれないね。うん、長吉さん、月下美人エア買いました。アルファセイヤーの方が素直な飛び方をする感じでした。月下美人エアは、スプーの幅が狭く、かつラインが中央より、端の方がラインが多めに巻かれるので、バックラした時に指が入りづらく、ほどきづらいのが難点かと思いました。飛距離はアルファセイヤーより出ます。これね、中吉さん、難しい、ものすっごい難しい話だからね。うん。月下美人エアーってのはね、1グラム前後に的を絞ったセッティングしてあるんです。だからこれが3グラム、5グラム、7グラム、10グラムになると話が全変わってくる。あくまでも、ビギナーがバックラッシュしてほとんど釣りにならない世界なんだよね、1グラム、2グラム。それをビギナーでも安定してバックラッシュせずに釣りができるようにセッティングしてあるのが月下美人のエアなんです。だからベイトのキャストが
基本がちゃんとできるようになってる人が持つリールじゃないんですよ。ある程度言い方をすると。まあ、地球さんみたいにね、もうちゃんと投げれるようになってる人でも、あ、月下美人エアいいなって思うと部分は当然あるんです。やっぱりね、0.8 グラムとか1グラム投げようとすると、アルファスエアでもね、厳しい面が確実なんですよ。僕はやらない。でも月下美人のエアならそれが可能だと。でも飛距離であるとか、その使いやすさであるとか、の部分は、ウェイトが上がれば上がっていくほど月下美人じゃ、不満が出てくる。当然。ブレーキ効きっぱなしだからあるんだよね。ブレーキ効きっぱなしだから、1グラムで、ね、ウェイトが乗りにくいものはバーン振っても、バックラッシュしないわけ。だからまあ、ベータの世界遠く深いので、まあ、いろいろ経験しながらね、僕も覚えていってる最中ですよ。うん。カトカトさん、カマスの釣り方について、生態などアドバイスがあればお願いします。生態がね、ちょっとね、さすがにね、毎年毎年カマスを狙って追い込んでやってはいないので、生態についてははっきり言ってわかんないです。でも釣り方はわかる。もう、そりゃ、50回、100回ぐらいはね、カマス釣ってると思うので。で、カマスが集団で昼間に餌を追っかけてるときは、有効な釣り方もめったくれもないです。なんか投げて前手がガンガン当たってくるのがカマスです。ところが、校内に入ってきて、ちょっとスイッチが切れたときなんかにはね、すごくセレクティブになる。で、夜、堤防のシェードの中にこう並んで、堤防の影の中にバーッと並んでる、ついてるときもある、カマスって。そういうのさ、よく僕はプラグで釣ってたんだけど、2、3匹釣ったらもう釣れるんだよね。だから、カマスってものすごく釣れやすい傾向にあるなっていうのはあるので、一つのルアーで、あれ釣れなくなったと思ったら、どんどんタイプ変えていった方がいい。まあ、ワームにしてワインドで飛ばすとかね、ちっちゃいワームにして、ちょっと早巻きするとか、プラグでもバーッと激しく潜るやつを使ったり、鉄板バイブを使ったり、ミノのカンカンカン、ピタッというツイッチからのストップを試したりとかね。変化をとにかく持たせるっていうのが、カマスの釣り方のね、一番肝かなと思うんです。フィクションジャンクションさんっていうのかな。先週、ヤズをかけたんですが、ランディングネット忘れてて、ハンドキャッチを試みましたが、失敗してルアーを持ってかれました。まあ、あるあるだよね。あるある。そういうのもね、だんだん上手になっていくんだよね。うん。もうね、腹決めることですね。ネットない、相手でかい、どうしようってなった時にはね、もう腹決めた方がいい。どう決めるかって言ったら、浮かせて空気吸わせて、完全に終わって腹返して、動かなくなるまでね、もう待つ。で、もう、そうなるとね、ほとんどリリースもできないんだよね。完全にもう乳酸出まくってて、復活しないくらいまで体力使い果たしちゃうので、もう持って帰って美味しくいただくしかないんだけど、取りたいならば、ルアーなくしたくないならば、ハンドランディングしか方法がないんであれば、もう腹決めて、相手が完全に動かなくなるまで、もう時間費やす。もうこれしかないです。うん。タキさん、ナットジグのフックですが、錆びやすいような気がします。何かこのフックじゃないといけないこだわりのようなものがあるんでしょうか。ね、選べないのよ。ルアーメーカーはね、どこも同じような悩み書かれてますよ。うん。これが製品版のフックね。つまりね、これプラグ用のシングルフックでしょ。縦アイなんだよね。水平アイじゃなくて縦アイ。うん。これも錆びてるよね。もうすでに。この形の、ルアーフックがね、銘柄がたくさんあるかって言ったらね、もう昔と違ってね、銘柄すごく少なくなってきたんです。で、
我々メーカーにとって一番重要なのは、こういう謎事にしても製品って毎回何万個も作るわけでしょ。で、1個に2個ついてますよね。1万個作ろうと思ったら、フック2万個いるわけね。じゃあ、ナットジグを毎回作るたびに、きっちり2万個、準備できるかどうか、なのよ。フックは。それをどこの針屋さんが準備してくださるのか、なのよ。頼んだはいいけど、フック難しいよ。ああ、ありますよ。いいですよ。でも一年待ちですよっていうのがね、釣り針の世界はね、当たり前ですから。僕、ガマカツに前、トレブル17の、フィッシングパック頼んだ時なんか、1年4ヶ月待たされたからね、注文してから。1年4ヶ月待たされるんだよ。待てるかって話だよ。フックだけだったら待てるよ。でも、フックをつけた製品を売りたいわけ。で、ルアーの方はあるのに、フックのために発売を1年4ヶ月も遅らせられるのかって話よ。これ、ルアーメーカー全部そうだからね。ボディよりフックの方が大事なぐらい、先に準備するのは。もう、プロとの段階で、このフックにしよう、このタイプのフックにしようって決めたら、まずフックの調達に入るんですよ。で、じゃあ、5万個、フック5万本お願いしますとか、10万本お願いしますって話なんだけど、じゃあ、フックメーカーさんがすぐすぐ作るかって言ったら作らないんです、すぐすぐは。5万本、10万本ってうえーって思うかもしれないでしょ。インゴットで言ったらこんなもんだからね。鉄の塊の1個の大きさっていうのが決まってて、それで針何本作れるかしたら100万本とか作れるわけです。これを無駄にしたくないわけ、針屋さん。この100万本作れるインゴットの中から2万本だけ作ってくださいって言ったらどうするの？こんだけ溶かしたのに使うのはこんだけだって。それやってくれるわけないでしょ。だから、この量を作るタイミングでしか、針が作ってくれないのよ。もしくは、これを全部、うちならうちで抱えなきゃいけない。インクスならインクスで、50万本、100万本っていうフックを抱えなきゃいけない。でも、売れていくのは5000本、1万本ずつしか年間売れていかないわけ。そうすると、もう90万本ぐらいのフックがずーっと倉庫に山積みのままになるわけ。これ無理。うちみたいな弱小メーカーでは無理です。そうすると、安定して、5000本、1万本ずつオーダーしたらくださるメーカーさんの針で、なおかつ、この僕らがいいと思う形と大きさの針でっていうふうに選択肢がゴンゴン絞られていくわけ。その結果が、たまたま錆びやすかった。あるいは、たまたま錆びにくかった。っていうだけです。じゃあ、これ錆びやすいから、錆びにくいやつでこれ探そうと思ったら、また、地獄の旅しなきゃならなくなるわけ、僕らは。っていうか、ない。ないです。だから、ルアーについてる製品版のフックなんていうのはね、基本は諦めて。だから、そのフックが嫌だったら、もう、値段が高いけど、普通にお店で売ってるやつを買ってもらうしかないですね。そんな乱暴なこと言っていいのと思う人いるでしょ？違うよ。僕も釣り人だから。僕も釣り人ですよ。同じことしてんだよ。例えば、つい最近来たやつなんだっけ？どこ行ったかな？この間、スミスさんから届いた、どこ行ったかな？パッと出てこないな。まあ、サメルアーが届いたわけですよ。全然さ、爪に引っかかんないんだよ、これ。これ、ダーダー滑るんだよ。わかる？国産カツンって引っかかるからね。ナンツォのフックってね、ちゃんと爪引っかかるんだよ、これ。これ、カツンカツンで引っかかるんだよ。でも、アメリカンルアーのほとんど引っかかんないんだ。これ、ずるっとずるっと滑るんだよ。トゲなんて使えないわけ。こんなのは、昔からずっとルアーマンやってる僕たちにとってはね、ごくごく当たり前なんです。で、研いで使うか、自分の納得いくいい針ね、に交換するかです。ただ値段がね、単品で値段比べても3倍ぐらい違うの。そんな高級なフックを、
こういうメタルジグなんかにはね、なかなかつけられないです。値段も高くなります。精一杯頑張って、最低限のことができて、超過は最高の効果、超過が上がるように作ったんです。多少錆びるとか、塗料が剥げやすいとか言って文句言う人いますけど、厚く塗るのは簡単です。でも、値段が上がっていいんですかって話にもなっちゃう。これが、ね、クリア塗装が弱くてすぐ剥げるから嫌だっていう人は自分でウレタンドブ付けすればいいんです。フックが刺さなくて嫌だっていう人は自分で研げばいいんです。釣りって本来そういうもんですからね。メーカーに文句を言うより自分でやる世界なんですよ。本来は。日本のメーカーがね、実を言うとやりすぎてんだよね。あまりにもユーザーの要求に応えすぎてんだけど、道具って本来自分に合わせてね、作っていくもんですから、そこはね、そのように理解してください。確かに、ナッツのフックは錆びやすい。だけど、たまたま、これしかないという、値段の問題、価格は上げたくない。でも、刺さりはある程度、ちゃんとしてないといけない。で、我が社みたいな小規模メーカーの要求に応じてくれるぐらい安定供給をしてくれるメーカーでないとダメ。というふうにこうやっていくとあれしかないんです。ただ、釣り具屋さん行ってこの針にしようと思えばいい針がいくらでもあるんです。ね、そういう考え方しましょう。平正夫さん。こんばんは。ついにビーテスラーの予約始まりましたね。予約しようと思ったらね、値段が税抜き。59,800 円。税抜き59,800 円。税込みでしょ。ファーストモデルは NFC のブランクは定価が 62,000 円。税金が 6,200 円ですから。68,000 いくら。約7万近いんですよ、税込みで。でも今回は税込みで6万円切ってるでしょ。ね。1万円以上安くなってるんですからね。ちょっと勘違いしないように考えてくださいね。ただし、買おうと思うと、結局は6万近いお金が出ていくんだけど、前よりは1万円安く、1万円以上安くなってるよっていうんだけど、そこは僕一生懸命努力したつもりですから、そこはしっかり考えてくださいね。勘違いですよ、税抜きっていうのは。ね、調べてください。ちなみに、フィッシュインだと59,950 円ですね、税込みでね。仙台小原さん、酒飲みながらの一服は最高ですが、ありがとうございます。理解してくださって。なんかね、人前でタバコを吸うっていうのはね、もう本当にはばかられる世の中になったんですけど、まあ、このライブはね、僕の部屋の僕の遊びなんで、嫌な人でもちょっと我慢していただいてるわけですけど、ね、理解していただけると大変助かります。いやー、久しぶりだな、酒飲みながら。酒飲みながらライブやるの、本当に久しぶりだ。ピンマイクダメでも、まあ、普通に聞こえてますよ。そういえば、塾長の愛車、遍歴もすごいですね。あの番組に普通に出れますな。あの番組って何だろう。俺も経済的に余裕があれば、自動車を衝動買いするんでしょうが、ふわふわなもんで。まあ確かに、遍歴したけど大したことないよね。初代が、最初の買ったのがこれ新車で買ったけど、ホンダ N360 でしょ。N チン買って、やっぱりどうしても S6 が欲しいので、新車のホンダの N チンから S6 に乗り換えて。で、S6 乗って走らせたら、やっぱちょっとパワー不足感じてね、スポーツカーとしては。やっぱり S8 かよっていうんで、わずか1年で、やはり中古の S8 に乗り換えて。で、寄せばいいのに、まあ、だいぶチューンもしたんだけどね。レースだけで済ませばいいのに、ダートレースに出ちゃったんだよ、俺ね。S8 で。で、ダートレースで
ギャップドーン飛んだ時に、壊しちゃって。で、修理費用タイマーかかるし、中古車にそんな修理費用もかけられないなと思って、そこから次が、なんだったっけな、トヨタのハイウェイのカモシカつって宣伝してた。うん。出てこねえ。やっぱり中古買って、それエンジンをちょっとボアアップしたやつに血抜き替えて、それ一時乗ってたな。それから何にしたの？それから、例の藤原豆腐店が乗ってた、ね、トレノですよ。レビンだったっけ？トレノだよ。俺が乗ってたのはトレノだよ。まあでも一生懸命バイトしたり、ね、一生懸命お仕事して、まあ、新車はね、新車は最初の N でしょ？トレノでしょ？そこからずっと中古、中古、中古、中古だからね。で、シビック。仕事用でシビックバン買ってフルチューンしてた。3台でしょ？で、シビックの後も中古、中古だよね。ワーゲン乗ったり。で、その後に、まあ、近年に近いな。RVR のスーパースポーツ。これ新車で買ったやつ。あ、最初に RVR を買ったんだ。でも、首都高とか走ったらもう全然降りれないんだよ。ガッと加速効かないんだよ。で、2年で RVR のスーパースポーツに買い替えたんだ。これ新車新車でしょ？で、モノコックボディでトレーラーヒッチつけられないってんで、今のプラドにした。だからまあ今まで過去に乗った車のうちの3分の2が中古。で、今の78プラドにしてからはもう30年経つんだ。全然浮気してない。それまではもうずっと浮気しっぱなしだけど、浮気しっぱなしのうちの3分の2は中古です。K 拓也さん、大阪在住です。緊急事態にも、もう明けましたし、西宮に治療に来られた際に、お腐敗されませんか？あ、いいね。今度はやろう。今度はやろう。やろう。ツイッターで募集かけるわ。ね、よく見といてください。変わった態度さん、こんばんは。フィッシュインでライトゲームマニアを購入した際。ライトゲームマニア？違うね。ライトゲームアカデミーでしょ。ライトゲームマニアはウェブの連載ページの名前なんで。ライトゲームアカデミーを購入した際、サインいただきありがとうございました。いえいえいえ、今週末感謝のメールしようと思ってたのに遅くなってすいません。そういうメールしていただいても、僕はあんまり見ないですからね。社員さんが見るだけなので。まあ連絡は来ますよ。お礼のメール来てましたよ。僕は直接見ることはあんまないと思います。ショップメールはね。たくさん著作の他3冊、いつかコロナが明けた後、近くのストアイベントがあったら、サインお願いします。ですね。ストアイベントのサインに、よく持ってこられますよ、皆さんね。もう、最初のやつなんかも10年経ちますから、10年以上前の。もう、何度も読んで、ボロボロになった、ある日突然を持ってこられて、サインしてくださいという方もね、ずっとおられますね。大体、各地でストアイベントされる。すると必ずそういう方が 2,3 人はいらっしゃいます。 M さん、自分が餌でやっていた時、サンバソウのケプラ伊勢山13号、亀ザコ特大5センチくらいに普通に30センチのメバルついてました。コロッケとんかつは新語の煽りか。うんですよ。あのね、餌釣りの経験の長い人はね、その辺のをあんま怖がらないんだよね。やっぱり人間経験を生まないとね、感覚がね、備わらないし、もう一回言っておきますけど、昨今の SNS の普及で、ね、経験値が浅い人の言うことを聞いちゃうんだよ、みんな。みんな小さい方が、みんな小さい方が釣れるって言ってる。わーもでもなんだよね。それじゃでかすぎるってね。何年やってる人の話を聞いてんの？でも俺がこんなでかいプラグでこんなちっちゃいメバル普通に釣れるよとは信じないんだ
おかしいだろ、それ。どっかおかしいよ。二三回釣れたから言ってんじゃないんだから、こっちは。ねえ、何十年もやって何回もあるから言ってんだよ。でも、ここ二三年でやって、たまたま大きいの投げたら釣れなかっただけの人が、いや、小さい方がいいよっていうのを、そっちを言うこと聞くっていうのはね、もうね、もうなんだかなとしか言いようがないからね。はい。パンフィーさん。遅れましたが、久しぶりにライブに間に合って嬉しいです。はい、どうも。よかったですね。オフショアの動画楽しかったです。うん、僕が休憩すると安本地球さんが即座に釣る。ほとんどね、もうこの2年ぐらい、2、3年そうかな。僕が腰が痛くなったり疲れたりして座ると、だいたい3分以内ぐらいに釣るんですよ、地球さんが。何かをとか。それまで1、2時間何にも当たらなくても、1、2時間当たんないから、まあ、一生懸命頑張って僕も立って釣ってるじゃない。で、さすがにへこたれて腰を下ろしたら3分以内に地球さんが釣るっていうジンクスが、ね、あるんです。面白いよ、あれ。で、今回もろんでたよね、それが。3回も4回も。マーサマーサさん、ライフジャケット予約始まりましたが、サスペンダータイプとウエストタイプ、どちらがおすすめでしょうか？基本おかっぱれですが、船釣りも今後する予定です。これはね、どっちがおすすめってどっちがってことはないんだよね。うん、ウエストが邪魔になる人はなるんだよね。例えば、おかっぱりでウエストタイプをすると、ショルダーバッグとか、ウエストポーチを普段使ってる人、ルアーぎっしり、ルアーボックスぎっしり詰めたウエストポーチを使う人は、ショルダーにするんだよ。だって二重にできないでしょ。ね。僕は、ワンショルダーが多いの、釣りバッグ自体は。これ今工場でせっせと作ってもらってるので、年内間に合うかどうかわかんないけど、つららさんとコラボで作ってます。ワンショルダー。僕はもうここ数、まあいろんなもの使ってきたんだけど、僕の好みはワンショルダーなんだよね。うん。僕のようなワンショルダー派は、サスペンダータイプは、肩に二重にかけた。ここへライザケがあるのに、その上にこれかけなきゃいけないから、ウエストになっちゃうわけ。だから、どっちがおすすめじゃなくて、あなたが、フィッシングバッグをどっちのタイプを普段使ってるかで、サスペンダーにするのか、ウエストにするのかを決めたらいいんじゃないかなと。で、船に、今回フィッシュインで予約取ったやつは全部船で使えますよ。タイプ A なので。全く問題ないですよ。船でも OK ですよという承認型ですからね。レモンさんの後ろの黄緑色のカバンのようなもの、何が入ってるっけな。だからこういうのを何個も入れていくわけですよ。こういうのも入れるし、こういうのも入れるし。あと僕はね、出張に行くのにもほとんどワンショルダーで行くので、これのことでしょ、黄緑色のって。ここのコンパーメントって、これ実は、小賀健くんも僕と同じで iPad 持ってあるんで、ここ iPad 入れるんです。はい。iPad Pro の方、でっかい方があるじゃん。12.1。これは普通サイズだけど、もう一回り大きい iPad ですが、ここのコンパーメント入ります。ここにこういうの入れてあげく、もう一つ手前、一番この街の広いところ。ここ。ここは、このやつや、さらにこのやつ。でっかいやつが、
ズボッと入っちゃいますよ。ズボッと入る。でしょ。で、さらに一番外側のコンポーネント、ここ。ここには頻繁に取り出すものを入れるんだけど、僕、メガネがあったり、お財布入ってたり、まあ、釣り場に行くと、この辺の小物入れ、ここに入れて取り出しやすいようにしてやってる。うん。で、容積で言うと、全部で9リッター入る。水道具9リッター入れたら相当重たいから、僕はそこまで詰め込まないけど、ね、入ります。で、これをね、ショルダー型のライジャケの上に、これをかけたり脱いだりするのは結構大変だから、僕は割と、おかっぱりの時はウエスト型が多くて、船の時は、やっぱりこうブランド名をね、カメラに見せたいので、っていう欲の方が強くなって、見た目もかっこいいショルダーにするんですけど、夏はね、そうは言っても暑いから、夏はポーチ型、ね、の方が多いかな。まあ、3種類僕は使い分けてます。あ、iPad 出さなきゃ。あ、これ iPad 入ってるんだけど、うん、一番後ろの薄いコンパーメントに iPad 入ってます。おう、領収書が。ここに今 iPad 入れたんだけど、実はね、さらに薄いコンパートメントが、こっち側にもあるんだよね。ここは薄いものを入れる。まあ、ここへチケット入れたりとか、領収書入れたりとか、これなんか最近買ったもの、あ、カードリーダー。撮影したデータを iPad に読み込むための。はい、そんなとこです。大輝さん、内野さん、東京湾のジャーキングサワラゲームは宗教化してます。宗教化まあ、釣りだから、なんだってあれだよ。その宗教のハマる人もいれば、全く反抗、抵抗してハマらない人もいるし、まあいいんじゃない。ハマる人はハマって、逆らう人は逆らって。僕はどっちも釣りの面白さだと思うけどね。で、まるでそれじゃなきゃ釣れないのかのように、みんな某社のミノーを買い求めています。目の前で、サクラマス用のミノーとかシーバス用のミノーだって、全然釣れることを証明してもなおです。自分でルアーの選択肢を狭めているようでもったいない。見ていて、歯がゆい。メーカーに釣られてる。メーカーに釣られてるんじゃないんだよ。あれ勘違いしちゃダメだよ。メーカーに釣られてるんじゃないですよ。同じ釣り人に釣られてるんだよ。メーカーは釣ってないよ。釣りたいけどね、メーカーとしては。みんなにそう思わせて、ガーッと売れてほしいよ。当たり前だもん、商売だから。それを悪だと思っちゃダメ。でも、そうはうまくいかないのよ。メーカーがいくら仕掛けたって、売れないものは売れないのよ。周りの人たちが、これいいわ、これいいわ、船長がこれいいわって言うから、ブワーって言うわけです。メーカーに釣られてんじゃない。同じ釣り人に釣られてんだよ。そこで錯覚起こしてたね。で、さておき、釣られる人は、自分の中にスタイル持ってないからよ。つまり初心者ってことさ。初心者は、これがいいですよ、こうやってやんなさい言われたら、当然それやるって。で、あ、それでしか釣れないのかと思っちゃうって。極端な話、アジング用のロッドしか持ってないんですけど、メバル釣れますかっていう人がいるんだよ、現代。って思うよ。本気で聞くからね。うん。
レオンさんとこのメバルプラッキング用の NFC のブランクの B テスラを以前買ったんですが、これでアジ釣れますかって聞いてくんだよ。本気で、うん。で、そういう人たちをバカにしちゃいけないんだよね。だってしょうがないもん。一年生なんだから知らないんだもん。うん。一年生でね、NFC の B テスラ買うのも、どうなんだろうとか思っちゃうけど、まあ欲しいからね、買っちゃうよね。うん。だから、まあそこを責めるんじゃなくて、まあみんな、一年生の時はみんな似たようなもんじゃない？多少の凸凹の差があったとしても、そんなに大きくは変わらないと思うし、まあ釣り人が歩みがちなことだと思うよ。そういうのに、こう、どうしても最初は、感化されるし、ある意味振り回されるし、それでしか釣れないんじゃないかっていう誤解を覚えさせるし、錯覚を覚えてしまうし、ね。でもそうじゃないよっていうのを僕なんかがいくら言っても、聞かないのよ、そういう人って。いや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 、あれはレオのおっさんがなんか好きなこと勝手に言ってるだけやってる。いつも思われます。そうじゃないメーカーじゃないよ。で、多分ブルーブルーさんのこと言ってんだと思うけど、村岡代表もテスターさんたちも、この箕面だから、サワラが釣れるんだなんてことは一言も言ってないよ。俺知る限り。言わないと思うよ。普段からお付き合いあるから知ってるから。そんなこと言わないもん。これで釣ったらよかったは言うけどね。うん、ちょっと今回ハマったねっていうのは間違いなく釣る世界にはあるから、それは言うけども、それでないと釣れないなんてこと言うメーカーはね、今時ないよ。探す方が難しいよ。そんな乱暴なこと言えないよ、メーカー。嘘つきって言われるに決まってるもん、そんなもん。そうじゃないよ。周りが言ってるだけだからね、そこを錯覚しちゃダメですよ。擁護するわけじゃなくて、実態を言ってんだよ。実態をね。うん。ケンタロさん、足の具合どうですか？お大事に尽くす。足はね、一晩で治った。うん。疑似痛風治りました。894さん、メガネあるあるですが、気に入って似合うかなかけてみるんですが、そもそも目が悪いから、鏡見ても似合ってるか似合ってないかわかりません。あのね、そんなことじゃなくて、サングラス買いに行って、僕行きつけのね、お店があるし、タレックスのあの、レンズのサポートも受けてるんで、2年に1本ずつぐらいこう新しいの入れていくんだけど、まずフレーム、自分の顔に似合うかどうか、フレーム選ぶよね。うん。で、オークリーのこのね、定番のこのスタイルで、限定カラーのこのクリアが、うん、出たんですよって言われたら、もうダメだよね。これ絶対、このクリアはもう絶対レオンさんしか言わないみたいなことをね、うまいこと言うんだ、店長がまた。あそこ、うん、そうって言いながら、こうかけて。お、いいね。あ、いいね。あ、ちょうだい。とかってやるじゃん。でも、実際、何日も現場でかけてみると、違うね、これが。ちょっとこの辺が、この辺だとかね。ぴったり顔に合ってないんだよ。まあ、見た目は悪くないんだけど。見た目は悪くないけど、使用感がいいか悪いかで言えば、点数で言うなら、一番気に入ってる人は100点だとするなら、こいつ70点。使用感は70点なんだけど、見た目が、まあまあかっこいいんで、使ってます。メガネは難しい。静岡の尺メバリストさん、昨シーズンのメバリングでは、3度ほど35から40センチの大型メバルに涙を飲みました。ライトタックルで取ることにこだわっておりましたが、限界を感じロッドを変える決意をいたしましたが、88ワイドアタックがとても気になります。40センチのセブンメバルに使えますでしょうか？いい質問するね。もうね、もうゾクッとしたね、今のね。なんて勘のいい方でしょう。88ワイドアタックは、ミドゲーロッドとして出しますけど、実は、相当、磯の、ビッグメバル、意識してます。これはね、あなたが思うよね。僕自身も、過去にストレンジやエレクトロや、その他メバルロッドで、ちょっとたまにはでかいの釣りたいなと思って、
スーパーでかいやつがいるエリアに行ってチャレンジして、まあ、これ間違いなく35を超えてるなっていう個体に遭遇して、糸が細すぎたり、針が細くて折られたり、プラグを使ったがためにトリプルフックを全部ビョーンと伸ばされたり、ああ、シングルフックにしとくんだったって後悔させられたり、竿がギョンと乗されて、スタックして、ロックしてスタックして取れなかったり、散々やられましたよ。うん。そういう痛い経験からして、かといって、エギングロッドじゃ、ちょっと物事が楽しくないとかね、物によってオーバーパワーだったりとか、あるいは針が強すぎるとか、まあ、いろんなことがあるのよね。うん。なので、実は、35を超えて40ぐらいのメダルを、社労の位相で取ろうとすると、ものすごく難しいのね。経験されたから多分お分かりでしょうけど、80センチの平鈴木の方が取りやすいぐらいよ。これね、経験してない人はね、僕が大げさ言ってると思うんだよ。もう一回言っとくよ。知らない人のために。70、80の丸鈴木、平鈴木は取れるのに、35から40のメダル取れないんだよ。まず潜るんだよ。でも丸も平もね、横に走るから、ドラッグさえじーって出しとけば取れるんだよ。だからそういう魚が来ても切られないように、PE の06とか08使ってリーダー3号とかするわけ、僕なんか急ぐときに。でかいメダル取る。で、メバルだったらゴーンとキラー取れる。ね、30センチや34センチだったら普通に取れる。そこへたまたま平鈴木の70とか80とかドーンって来たら、ジャーッと出されて、じーだからびっくりするけど、全然時間かけりゃ余裕で取れるわけ。そのセッティングのままで35を超えるメバルがゴーンと来たら何が起きるかって言ったら、あ、クタッ、ドン、チェチェチェってガガガガガって言ったらね、もう岩のスリットの間に入ってびくともしない。ってことは、シーバス釣るときよりもフルドラグにしないと潜られちゃう。フルドラグにしました。投げた。うわ、もう一匹おった、これ食ったぞ。ガーンかけて、ガーッポッ。もうどうしたの、今度はフック折れてる。ドラグしに来るから。本当にね、強烈よ。なかなかね、いろんなすべてのタイミングがバチッとはまらないとね、取れないの。もう本当信じられないかもしれないけど、血抜かれの4号を追っちゃうからね。バカでかいメダルって。信じられないじゃん、普通。嘘言ってるとずっと言われてたもんなんか。まあまあ、話は戻って、ドンピシャです。ものすごい意識してる、僕は。88をアイドアタックはね。うん。本当は瀬戸内のミドルゲームだったら77、ね、カレントサーチだけで十分だったんだけど、88ワイドアタックはね、まさしくそのような釣りをしたり、ああ、アオリイカのいいのがいるわ。じゃあ、エギ結ぼった時に、エギングの尺にもね、楽にできるような部分も含めてやってるからワイドアタックなんです。で、普通に、港湾部でシーバス狙っても全然勝負できるというね。でも、シーバスロッドと何が違うかって言ったら、ジグヘッドソローっとやっても、わずかなコツッと加える感度も全部手に来るというね、結構スーパーなロッドを目指してますか。お魚つるつりさん、ハイブリッドカブラ今シーズンから着手でしょうか。うん。まあ、出来上がるのは1年以上先だけど、着手というよりね、着手というより、もっと釣り込んでみなきゃわからないことがあるんで、実調が、正直言うけど、実調が足りてない。で僕と地球さんと福島の佐藤君で、しっかり実調をするために、実調のサンプルをね、ちょっと今から作ってもらって、この春シーズンまででしっかり釣り込んで商品化するかどうかを決定します。川田態度さん、各さんの長所と、ニックステレビの教授で今年新たにポイントを3つ開拓できました。おお、よかった方、おめでとうございます。うん。やり方っていうかね、考え方を、発信したいんです、僕は。で、それを使って、実際に釣り場を開拓したり、魚をかける技術を身につけるのは皆さんの力です。そこを教えたら意味ないんだよね。そこを教えるってことは、僕が魚釣って、はい、メバルあげますよってあげたのと、
何ら変わんないから、そんなことつまんないよね。だからそうじゃなくて、考え方を、教えて差し上げるというか、僕自身が経験したことを発信するっていうのがね、基本的な僕のスタイルですので、はい。そういうふうにね、ご自分でそれを利用して、そういうね、新しいポイントを開拓できたなんていうね、成果が得られると、とっても、冥利につきます。ありがたいです。どれも港湾ではない、遠浅のサーフに、貝元岩盤が絡むエリアです。いいですね。マイポイント。もうそれこそが自分だけのパラダイス、マイポイント。それをやってほしいんだよね。あそこ人がいるから釣れそうだって行くよ。じゃあ、それも1年生も2年生もいいとこですよ。せめて3年生ぐらいになったら自分でいい場所探せよって話だよね。でも、ケンタロウさん、逆に針なしで安く販売してほしいくらいです。だよね。普通のメタルジグならそうします。普通のメタルジグならそうするんですけど、ナッツジグの使い方も何にもわからない状態で、これ丸裸にして正しいナッツのセッティングできると思います？無理ですよ。やっぱりブレードとフックをつけといてあげないと、ね、ちゃんと通常のジギングアクションで釣れるように作られたジグと同じように使われたら、なんか大したことないジグじゃんになっちゃう。それじゃ意味ない。だから、これはミノーのように泳ぐジグだっていうことをね、きっちり認識してもらうためには、みんながみんなインクステレビ見るとは限らない。僕の YouTube 見るとは限らない。これを釣り具屋で見つけて購入する人の8割方は、僕を知らない人、インクステレビも YouTube も見ない人と考えなきゃいけないわけ。そうすると、このボディに合わせて作った大きさのブレードがついてることが必須であり、それに見合う、ボトムを、粗根のボトムをずるずる引っ張っても根がかりしないフックセッティングがこうだよという地獄針を最初からね、セットしてないと、絶対に分かってもらえないから、このナッツジグに関しては、ブレードとフックがセッティングして売ってるんです。そこ理解してくださいね。裸で売ったんじゃ、多分人気出ないです。わけわかんないもん。数放浪者さん。放浪者さん。茨城県南部のある漁港に行ったんですが、魚を見つけられませんでした。周りの餌釣りの人たちも釣れてない様子で、台風の影響かもしれないと言ってました。台風によって良い影響もあれば悪い影響もあるんだなと思って実感できるようでした。まあ自然なのでね、ちょっと条件が違うだけで同じエリアでも釣れたり釣れなかったり、もうそういうもんですね。カタスヤンさん、ビールがなくなったので、角瓶ロック飲んでます。パリの件、マジかです。ルアーも改造ありきでしょ。です。そうです。K. 拓也さん、釣り人1年生の話はスポーツあるあるですね。野球のバットも流行りに、に乗って使いこなして自分の体型やスタイルに合うものに移行します。そうそうそう。やっぱりね、物が分かってこないと無理なんだよ。だからいいのよ。最初は、右習いでみんなが同じものを結んで同じ海域で投げて同じ魚を釣ってもいいのよ。だんだん成長していけばそこは変わっていくのでね。そういうもんです。ゆうたんさん、秋以下にメバリングロッド使いやすくてエギングロッド買わなくても十分楽しめてます。うん。コロッケサイズぐらいまでの秋以下のね、側腕でちょっと軽くタッチしたあたりってエギングロッドじゃない、切符出ない。でもメバリングロッドだと全部出るからね。逆にコロッケサイズぐらいまでは、まあまあ手のひらサイズがちょっと大きいぐらいまでは、グラム数で言うと、300グラム、500グラム、つまり尺メバルサイズね。くらいまではメバルドットの方がよく釣れます。実際に。超過が上がる。もう何回もやったんでわかります。大輔チョコモナカさん。初めてライブで見れました。いつもライブのアーカイブ、釣り具の準備をしながら見てます。はい、ありがとうございます。静岡の尺メバリストさん。88ワイドアタック出たら購入させていただきます。スーパーバーサタイ。はい。よろしくお願いします。絶対損はさせないと思いますよ。あのような釣りをされるんだったら。うん。
で、メバル、単純なメバルルートじゃないから、本当にジギングもエギングもね、やりやすいようなガイドセッティングになってるので、期待しといてください。お魚つるつるさん、ハイブリッドカブラ使ってみたいね。うん、プロと映ってみる？ね。お魚つるつるさん。知らない間柄じゃないし、一緒に何度か釣りした間柄だし、いろいろと絡んだ間柄だし、ね、どんな釣りをする人か俺はよくわかってるから、いいよ。試してもらってる。うん。メールちょうだい。一緒に研究しようよ。うん。8943、88ワイドアタックで港湾部の北海道アイナメで使用させていただきます。あ、いいね。ドンピシャかもしれない。俺、初めて北海道行って50アイナメ釣ったときは、93P スペシャルで釣ったんだよね。すごい軽いルーで。で、なぜかというと、その時に地元の人たちが、やっぱテキサスだなんだでやってて、全く釣ってない時に、テトラの上に乗っかってみてたらね、割と水深2メーターぐらいの沈みテトラの間からこう、時折いい間にうーっと出てきちゃまた引っ込んでいくので、ああ、そういうモードなんだなと思って、メバルリグでね、あの時何だ ?3 グラムのジグヘッドに、3.5 インチのワームを入れて、その、ヒュッと出てくる。で、テンションホールで沈めて、アイナメのレンジまで入れて、ピピッと動かしたの。尺ヘッド D の3グラムだ。ピッピッってやった。そしたら、スパーンと出てきて食った。うん。で、そういう釣りをするのに、いわゆるロックフィッシュロッドだとめちゃくちゃやりにくいんだけど、93ペスペなんかだったらね、非常にそういう釣りがやりやすくって、その記憶って僕の中では、サメヤラジなんですね。まあそこら辺のね、イメージもたくさんあるんですよ。なので、88ワイドアタックのスーパーバーサタイルっていうのは、まあそこをね、すごく狙って、このね、20年の僕の経験値がね、シャロー浅い層のバカデカメバルや、北海道のアイナメや、ちょっとした河川港湾部のシーバスや、キジハタや、ね、そういうのが釣りやすいように作ってあるサブなんでね、ぜひ使ってもらったらいいですね。うん、で、レオンさんに聞きたいんですが、メバルとエゾメバルの引きの違いはありますか？北海道ではエゾメバルしかかけたことがないので。これね、メバルの引きって簡単に言いますけど、白、黒、赤、全部違う。全部違う。暴れ方も潜り方も。うん、黒は表層系だから、結構速いスピードでガーッと。で、白はパワーでガンガンガーンと持ってる。で、シャロー磯についてる赤メバルはガガガガガガって暴れる。だから、エゾメバルとは全然違います。パワーもあるし。変わった態度さん、僕もワイドアタック88楽しみにしてます。新規開拓したシャローエリアはアオリカも釣れます。昨年ヤマラップさんとのライブミーティングの際にメバルとアオリイカがクロスするとお聞きしてます。そうよ。僕たちがエギングにはまって、明るいうちにね、磯をずっと歩いて、大きいイカ釣ろうと思ってね、夏場にやるじゃない。あの時にね、すごい下見してたね。あ、ここは冬に来たらバカでかいメバル出るぞっていうのはね、エギングのおかげで随分開拓しましたよ。で、これはね、エギング界の重鎮と言われる茂見のリフも言ってるし、茂見氏いろんな魚釣るんでね、山ラッピも言ってたけど、大体、でかいイカが釣れるエリアっていうのはデカメバルいるんですよ。これリンクしてる。間違いなく。ゴリポンさん、グリスサンド77コンベとワイドアタック88ではどちらがリフトパワーがありますか？リフトパワー自体は同じぐらいかな。チップの繊細さがもう全然、88ワイドの方が、うん。グリッサンドはね、もう少しなんて言うんだろうな。
どういう説明し方する。まあ、ティップの径自体のグリッサンの方が太いからね。それと、カーボンシートの材質自体も、少しクラシックな作り方をしてやって、まあ結構ね、いろんな魚をね、乱暴に釣っても安心感のある竿なんですよ、テイストが。うん、で、基本割合その大型魚が来ても大丈夫ですよ、という作りにしてるんですけど、72と77とあるよね。で、僕自身、自分のボートで、80から90近いブリをかけてみて、グリッサンドの77は、頭を上向けれない。80オーバーのブリがガーッていってるときは、竿をぐーっと絞って、こうフルベントしても、竿が曲がってるだけで、魚はビタッと動いてないんだよ。竿が曲がるだけなんだ、こう。わかるかな？こう、顔をこう上げて主導権取りたいわけよ、こっちとしてはね。うん。それができないから72も作ったのよ。72だと頭をリフトできるんだよ。で、77はね、80センチ台のブリはね、頭を上向けるな。サワラは違う。サワラはね、1メーターあってもウェイトがね、ブリみたいなの重くないので、そこのヘッドコントロールできる。ただ、サワラはスピードがあるので、ショートロッドよりロングロッドの竿のしなりがあった方が釣りやすいから、僕、サワラ狙うときは77。ブリとか、デカめなハタ釣るんだったら7、今回の福島の動画見てもわかるように、あんな大台とか、大ヒラメ釣るときは77じゃなくて、リフトパワーがいるので72にします。だから77のリフトパワーってのはまあそんなもんなんで、リフトパワー自身はね、88ワイルドアタックとそんなに変わらないですね。うん。ただ、もうハマチブリクラスになるとちょっときついかなっていう感じ。ケイタクヤさん、クワガタさんとの配信ライブはされないですか？ぼちぼちやってもいいですね。個人的には過去の2回は神回と思っていて、釣りに行くと、キーにいつもアーカイブ聞いてます。ナットの掘り下げトーク聞きたいです。スリムロングが出てからでしょ。クワガさんとナッツの話をするのはね。うん。なかなか忙しい人なんでね、あの人も。僕も忙しいし、なかなかタイミングはね、合わないんで。はい、ゴリッポンさん。もうこれ、一応、最後になった。上位チャットになってるから。ゴリポンさん、テトラ状や堤防での小型、中型、青物やフラットがターゲットです。あ、いいね。うん。小型、中型、青物やフラット。もうこれ、まさしく、88ワイドアタックのね、出番ですよ、こういうのはね。スモーさん、尺までのメバルアジで、9、HJ、BT、両方を楽しく使っています。新、HJ、BT とスペックではなく、使用感との違いはどのようなものと感じられますか？これはね、美人女優 A と B がいたとします。うん、どっちも美人なんですよ。どっちもみんなが、はぁってなるぐらいいい女なんですよ。うん、それの使用感はどう違いますかって聞くのと変わんない。ちょっと乱暴すぎる。例えが悪すぎる。何回もいい例えないかな。同じ方向性で同じテイストで作ってる竿なので、もうね、ピサなのよ。だって、メバル用のプラッキングロッド、メバル用のジギングロッドだからね。どっちも、ファーストもセカンドも。ファーストモデルの方が、張りが強いかな。HJ は。で、BT はファーストモデルの方が、バットパワーがちょっとあるかな。あえて落としたんですよ、セカンドの方はね。セカンドは HJ も BT も、バットのパワーをね、若干下げました。うん。強すぎた感があるんで。日本の竿っていうのは、基本的に大型メバルっていうんじゃなくて、港湾部にどのエリアでもね、皆さんが釣られるサイズで、大きければ30センチ、33センチぐらいのメバルを、いかに小気味よく楽しく、美しく釣るか、この美しく釣るかまで求めてるわけ。
普通の釣り竿っていうのはよく釣れると。絶対取ると。そんなレベルでしょ。僕はそこ超えてる。この HJDT は。美しく取れるかっていうところまでを、求めた竿なので、それを前回は、ね、ゲイリー・ルームスの工場に、そのニュアンスを出してもらうべくお願いしたら、インクスマテリアルというのを作ってくださった。ところが、まあ、いろいろな問題があって、詳しくはちょっと語れないんだけどね、事情があって。もう二度とちょっと頼めるような状況じゃないなと。向こうがやるっつっても、こっちが嫌っていう話なんだけど。でも、作りたいよね。で、誰かのレベルで何とか言ってくれる人間いないかって探したら、いたわけですよね。現役トーナメンターでもある神谷君が運営するデジーノ。ね、お付き合いしてる工場、10カ所ぐらい彼はあるので。どこの工場を使って、自分がどう手を加えて、拡散のアドバイス、要望を聞いたらできるかっていうのから全部計算作りでやってくれて、プロと2、3まで作ったらもうね、トップ社の意味もできました、うん。そこで若干のニュアンスを変えたのは、パワーを、10% から 15% ぐらいダウンさせて、なおかつ、美しく釣るっていうニュアンスを、殺さないように、やったっていうとこかな。まあ、それぐらいの差ですね。はい。ということでね、もう23時11分ですね。いつの間にかね、2時間だけに超えました。ということで、ぼつぼつ終わりにしたいと思います。で、もう、変わった態度さんがそれを察知して、スパチャをくださってます。ナイスパです。ありがとうございます。大変助かります。スパチャもね、本当に足しにさせていただけてますので、非常にありがたいですね。ありがとうございます。お魚つるつるさんの質問を最後に読んで終わりにしましょうか。あ、もう一問来ましたね。お魚つるつるさん、グリッツさんの77は良いぞ。良いよね。その後に72が欲しくなるぞ。なるよね。そして76欲しくなるのがライトゲームを逸脱するので、88ワイドアタックの出番かな。わー、読んでるね。まさしく。しけたさん、3種類のラインジャック、ジャケットの中で一つ購入するならレオンさんならどれ選ばれますか。一つ、あのね、命を守るっていう点じゃサスペンダーです、絶対に。はい。だってこことここで止まってここが膨らむんだから。で、次がウエストタイプのちゃんと後ろまで回ります。これはここへ浮き輪が出てくる。で、腰の後ろにしかないポーチタイプはポコンって浮き輪が上に出るから体沈んじゃうからね。この違い覚えといて、みんな。金槌の人はもう絶対サスペンダー。泳ぎの下手な人はサスペンダー。うん。少し泳ぎが達者な人は浮き輪タイプに膨らむ胴輪。うん。めちゃくちゃ達者な人はポーチタイプでも、落ちてパニックを起こしてこんなならない人はドボーと沈んで、ポーンと出て、ここ浮かんでるわけだから、あー落ちた、しまったって言いながら、もうそれタグって、抱えて自分でこう泳いでいけるぐらいね、達者で自信がある人ならポーチタイプでも結構でしょ。という考え方ですね。はい、ということでね、今日も2時間以上お話しさせてきました。皆さんもお付き合いありがとうございました。2時間以上喋って、結構ね、腰大丈夫です。大丈夫でした。うん。だから、ぼつぼつ、また今まで通りね、ライブの配信もできそうですので、また次の機会にはね、ぜひ遊びに来てください。はい。ということで、今日もお開きとします。皆さん、スパチャ、村瀬修二さん、いつもスパチャありがとうございます。大変助かります。では、またおやすみなさい。